ございます。今日はもう12時ぐらいですね。今からご飯を作って食べたいと思います。今日の朝昼ご飯です。今日何をしていたかっていうと、何もしていないのでもうこんな時間になりました。ご飯食べてからちょっと寝てたのですごく顔がむくんでいますが、気にしないでいきましょう。はい、本当に今日何もしてないので、前撮ったピラティスの動画でもあげようかと思ってんけど、でももう何もしないの何もしないの終わろうって思って、まあ、そんな日もあるので、だから明日はピラティスの動画を撮りに行こうと思います。いいロケーションに行って、はい、って感じで今からこれ編集したいと思います。皆さんはいい日曜日を過ごせましたか？私の日曜日は何もせずに最高でした。なんか私アウトドア結構思われるけど、インドア誘われたら全然いいんですけど、一人であここ行こうって思うときは 思って行くけど、あんまり思わないことが多いので全然家で一日過ごしたりしますって感じ。また明日から月曜日なので、皆さん明日から頑張っていきましょう。バイバーイ。